はい、こんにちは、美容師の野です。今回はセルフカットに使うアイテムで素晴らしいものが、ね、ありました。それはね、何かというとこちらになります。ヘアカットモンスター簡単前髪セルフカッター、こちらになります。これ使ってないですがすごいと思いました。これね、なんでかというと、なんと美容師が使ってるこういうね、レーザーって言います、カミソリみたいなやつです、チャチャチャってする道具、これのメーカーと同じなんですよね。業務用で使ってるメーカーがなんとセルフカット市場に出ているんですよね。これはね、すごいことです。つまりこれ切れ味とか安心安全のね、ヘアカッターとね、なってるんじゃないかなと予想します。これ実際開けてみてどんな切れ味なのか、そして使いやすいのか、詳しく見ていきます。じゃあパッケージから見ていきましょう。ヘアカットモンスター簡単前髪セルフカッターとなってますよね。パッツンと切れない、これいいですよね。パッツンと切れないのがほんと良さそうな感じだし、髪をね、挟んで下ろすだけ、めちゃくちゃ簡単そうに書いてありますね。はい、で後ろが、まあ、使い方ですね。使い方もなんかすごく簡単ですよね。パッツンと切れないから安心、まあ、自然に簡単に安全にとなってます。さすがフェザーですよね。これ安心ブランドです。はい、ということで開けていきます。オープン。そしてこれをさっと開いて、こういうアイテムとなってます。この目が多分モンスターなんだろうな。そう、これが口でね。で使い方が見てみると、これは挟んでこうやって引くだけで切れますよってなってますね。パツッとならず自然になりますってなってます。乾いた髪でもね、良さそうですよね。まあ、前髪に使ってくださいという形なので、今からねやっていきましょう。では実際これ使って切れ味どんなのか見ていきましょう。束をねこれつまんでパチって挟んで引くだけ。おお、切れますね。簡単に切れました。まあ、束を持ってこうやって、なるほど。長さを切るわけじゃなく、ぼかしながらやっていくっていうパターンですね。これはこうやっていくと、うん、こうやって挟んで下に引く。この束が先細になってますよね。どん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 ね。じゃあちょっと太い束でやっていきましょう。この太い束を前髪ラインに挟んだ。そして下に引く。一回ではそんなに変わりないですね。もう一回いきましょう。こうやって。少しずつね、先細になってますね。で、何回か入れていくうちに長さも少しずつ切りながらボケてくる。そういう感じになりますね。一発でスパーンと切れるわけじゃないので、まあ、失敗少ないです。ただちょっと時間かかるんじゃないかなっていう気はねしますが、いい感じにここ切れましたね。最後ちょっとこの気になった部分をちょっとだけ切って、切れていきましたね。こうやってちょっと馴染んでくれます。やはりここのね、刃の部分が業務用と同じ刃なので切れ味も良いです。やってみた感じ、髪をねすごくね引っ張ってるわけじゃないので、ダメージもかなりね少ないです。100均にヘアカッターというのがありますよね。あれよりもだいぶね、優しく、そして自然に切り上げることがねできるアイテムですね。ただこれを使ってみて分かりましたが、このアイテムを使うのであれば前髪か顔周りのみが良いです。全体的にこれでいくと時間がめちゃくちゃかかっちゃいます。全体切るの1時間以上かかるんじゃないかっていうぐらい、何回も何回もやっていかないと切れないということにはなるので、前髪カットだけでもまあまあね時間かかります。これを使うのであればこのあたりです。ではね、今からね前髪をしっかり切ってみてどういう仕上がりになるのかやっていきましょう。これで前髪カットするときはちゃんとねブロックを取っておいた方が間違いないです。前髪のね範囲は黒目から真上に上がったところ、
反対の黒目から真上に上がったところ、これが幅になります。奥行きに関しては奥から撮れば撮るほど厚めな前髪になってます。これはね、お好みによって変えるのは良いです。今に関して言うと若干ね薄い感じが多いので、奥行きが狭い場合がね多いです。こういうように三角のベースで撮っておいた方が失敗少ないです。上の段と下の段でね半分に分けておいてください。使ってみて分かりましたが、ここね口の上、ここから下が切れると考えてください。今この髪だけ少し長いですよね。これをね合わせるとなると、口の上のところに前髪のこの長さに設定します。で挟んで下にやっていく。これはね何回も続けていってください。少しずつ長さが切れてきますよね。そんなわけでこの口の上のとこね、ここから下が切れると考えてください。これを踏まえてやっていきます。で切るとき、いっぺんにこれつまんで切るというのはうまく切れないです。2センチぐらいまでの束をつまんで持って下に引く。引いていく。中央切れていきましたね。これに合わせていきましょう。意外とこれ時間かかっちゃいますね。そしてたまにねこういうところだけ髪の毛がありますよね。ハサミでねこういう風に切っていきましょう。これで十分です。次この上の髪を切っていきます。で下の髪に合わせてやっていきます。で先ほど切った下の髪を含めないようにしてくださいね。含んでカットしてしまうと下がね短くなってきます。あとはチェックでハサミで切りながらやっていってください。こんな感じでこれを使って前髪を切っていくようにしていってください。そんなわけで今回ねこのヘアカットモンスターの前髪セルフカッター、これをね使ってみてどうだったのかについてねお話ししていきました。まあ、実際ね使ってみてどうだったかというと、前髪と顔周りのねカットにはね向いてますが、他の髪を切るのはなかなかおすすめしないです。自然な前髪を作りたい、そういう場合は使ってみるのもありですよ。ハサミで切るとどうしてもね失敗しちゃうっていう方はね使ってみてください。ということで皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。